未来日記ラジオ。この番組は角川書店の提供でお送りします。はい、始まりました。未来日記のラジオ第3弾です。ムルムル役の本田真奈美です。花粉症が治りそうな本田真奈美です。はい、そして高坂王子役の白石実です。花粉症は今絶賛になっております。ありがとうございます。はい、さあそんな中でございましてね、今回は、はい、DJCD 第3弾ということでございまして、はい、第3弾ということで、はい、我々が、やらせていただくということになりました、ね、よろしくお願いいたします。光栄です。一緒にいたい。あまりあれだね、はい、こういう形で絡んだのはあれだね、はい、あのカートに乗った番組以来だね。あーカートに、あーカートに、はいはい、カートに、ね、はい、あれ以来だね、カートに、はい、そうそうそう、まあまあまあ、でも2人きりでお仕事させていただくのは本当に初めてで、うん、そうだね、はい、そうそう、まあまあそんなわけで、これからですね、この、我が未来ガジェット、あ、違う、はい、それはシュタインズなんとかでしたね、はい、我々ですね、ガジェットリンクの、はい、あの今あのディレクターからおいそれはやめろというですねあれが入りましたんで、うん、この二人でやっていきたいなと思いますね。よろしくお願いいたします。します。はい、これはあれですもんね、DVD をなりブルーレイを買った、予約してくださった方につく8巻ね、8巻の、でございますんで、はいはい、これまでは、はい、2組出ましたね、富樫と、はい、本、あ、違う、村田と、はい、ユノと、そうそう、そして、相沢、はい、とミネと、そして川原くん、はい、トゥエルフスということで、はい、いやもうね、はい、すごく、この番組始まる前にね、はい、あの第2弾の方を聞かせていただきましたが、はい、2弾の方をね、はい、少しあの聞かせて雰囲気をっていうことで、そうそうそう、いやもう川原くんはひどいですね、はい、本当に、はい、すごく、はい、楽しく、はい、お話しされていらっしゃったので、そうですね、そうそうそう、あの人はなんであんなにすぐテンパるのか、テンパっていらっしゃったんですかね、テンパってるでしょ、もう完全にテンパってるじゃん、あの人はすいません、そうそうそう、まあいいんです、あれがあれ、はい、彼の良さなんで、はい、まあそんなことはさておき、じゃあ我々の話もぼちぼち、はい、しながらやっていきたいなと、はい、私思います。でまずはですね、自分の演じたキャラクターについて、楽しかったところ、はい、大変だったところなど感想をということなんですが、どうですか本田さんは、あれかアフレコっていうそのもの自体も初めて、はい、そのあ、違う、レギュラーではあれか、日常に続いてたから、あ、でも、その前の、まあ、あのパイロット版 DVD から の、うんうんうん、あの引き続きなので、はいはい、あのもう実質デビュー作っていう形で、うんうんうん、なるほどね、はい、どうでしたこの未来日記でムルムル演じてみて、あ、もうとにかくま、勝手が分からなくて、うん、あの右往左往してた部分ももちろんあるんですけれども、うんうんうん、それがちょっと慣れてきたら今度はあの、キャラクターを演じるっていうことがやっぱり、まあ、基本なんですが、そこまで全然、うん、最初のうちはもう緊張してしまってて、うん、もうひたすら体当たりみたいな感じでやらせて、最初はこうたくさんいろいろ考えて行ったんですね、うん、こうムルムルだったらこうかなとか、うん、こういう背景があったらこうかしらとか、でも結局テストをやらせていただいた時に、うん、監督の名倉さんから、うん、もっと普通にやってっていう風に言われたのがすごく印象的で、おうおうおう、でまたその時に、え、普通ですかって私が言い返したんですけど、うん、そう、それって言われたんですよ、おうおうおう、そう、その普通ですかって今言ったそれっていう風に言われたのがすごい印象的で、自分では普通っていうか別に特に作ってやっていたつもりではなかったんですが、その時は、うん、あ、やっぱり何かこう違ったんだなという風に、ああ、なるほどね。まあ実際ね、この未来日記っていう中のキャラクターで言うと、はい、あれですよ。みんな大概ほら等身大というか、はい、ね、サイズ的には同じで、はい、その中で、まあ、特殊な存在というと、デウス、ムルムル、かまどなわけじゃない？あ、デウス、かまどさん入っちゃいますか？かまどさんはだってみんな誰がどう見たって多分最初からトータルリコールみたいな中からこうシュイシュイシュイってなんか出てくるみたいな、そうなんですよね、はい、だと思いきやあれがフルサイズっていうね、はい、はい、デフォルトでいらっしゃいます、そうそう、まああとは川原くんがやったトゥエルフスみたいな、あ、トゥエルフス、まああれはそのなんだろうね、人間じゃないっていうかただの変な人だからどちらかというと、あ、でも中身は一応はい、まともっぽい人が入っている、まともっぽい人が、中身はまともっぽい人が入ってるっていうことは川原くん
のというまともっぽい人が演じてるっていうことを、あ、中の人という意味ではなくて、そういう意味じゃなくて、こうトレフスって言うとどうしてもこうお面とかね、なんか人タイツのような、なんていうの、こう、なんていうの、秋の稲穂のこう、カラスゲームでついてる、丸いやつみたいなそうそうイメージなんですけど、うん、実は中にはちゃんとこう普通の人の形をした男性がこういらっしゃる、ね、もちろんもちろん、うん、でアニメ版で初めてそのトゥエルフスのその、ま、ちょっとお顔が見えないんですけど、うんうん、人となりというか人形みたいなのが人形あったね、ちょっとあって、うん、それで あれイケメンだよみたいな風に一瞬盛り上がったんですよ。おうおうおう、キャスト陣で、うん、でもオンエア見てみて、川原さんの変身シーンからの流れと、うん、あ、やっぱり本当にろくでもないっていう感じに飛ばしてたよね。飛ばしていらっしゃいました。あれはでもよく似合ってたよね。はい、すごくぴったりでした。ね、川原くんのこう人となりがよく出た。あ、そうですか。人となりがよく出た、ね、そういうとなんかあれかなと思いますけれども、いやいや、そうだな、まあ、僕は今回香坂をやらせていただいたわけですけど、はい、結構ね、ああいう役というか、はい、主人公の友達役みたいなのやることは、まあ、結構ねやらせていただくことが多いんですけど、なんだろうね、香坂は今までのやった役の中ではなるだけちょっと嫌な感じが出るキャラクターにしたいなとは思ってて、そうやって、まあね、それが伝わればいいかなと思ってるはいるんだけど、いや、でもこう最初すごくいじめっ子というか、うんうんうん、2話で初めてユキテルと一緒にこう出てきて、う、ね、うん、でこうミネネに差し出すじゃないですか、うんうんうん、他の生徒の命と引き換えにっていうので、うんうんうん、時はもうすごい本当に白石さんのお芝居のね力ってすごいなって思ったんですけど、いやいや、原作で読んでたり台本を読んでいた時よりもすごく、あ、香坂ひどいっていう本当にひどいっていう風にその時すごい思って、ね、うん、いや、やっぱ香坂っていうキャラクターって、はい、そのなんだろう、まあ分かりやすくと人間らしいっていうか、そうですね、すごく都合がいいキャラクターだなと思ってて、なんでも結局そのまあね、保身のためというか、それはだってあんないきなり環境で、そうですね、非常事態で、よほどのことがない限り、はい、俺友達のために死ぬよとかって、ね、そうですよね、言えるやつはすげえかっこいいと思うけど、そういう点で言うと香坂はすごくかっこよくないキャラで、まあ、後半はね、なんとなく、だほら、はい、後半もなんだかんだ言って、はい、そのユキテルのことが最終的に心配で絡んでいくんだけど、うん、そうですね、はい、あれがでもユキテルじゃなかったら多分助けてないから、香坂は。そうなんですよね、多分逃げてるというか、はい、最後の方でお前のことをなんでいじめてたのか知ってたかっていうような、そうそうそう、一幕があったと思うんですが、うん、その時のその俺の家の犬に泣き顔がよく似てんだよっていうのがすごいユキテルにとって重かったんじゃないかなって思うんですよね。でまあ、結局最終的に撃たれてしまうんだけどね、まあはい、最終的にはパーッズーみたいなことになってしまうんだけど、はい、そうそう、だってね、犬に襲われてるシーンでも率先して逃げようとしてたからね。そうですね、はい、そうですね、そうそうそう、率先して、でどっちが分がありそうかなみたいな、そうそうそう、どっちが分がいいかなと思って見てたらこうだんだんフレームアウトしていく姿が、そうそうそう、アクセが来たことによってユキテル側がちょっと、はい、いけそうだったから、たので、はい、よしよユキテルズこみたいな、そういうちょっとね、じゃ画面でちょっと映ってるんですよね、ちょっと そっち側にちょっとね歩み寄るシーンが、ちょうどあのシーンではね、ちょうど真ん中に立ってるんで、ちょうど真ん中ですね、はい、そうそう、いましたよ、ちゃんとなんかその恋の裏か表かっていうシーンで、すごい香坂いるかいないか一瞬分かんない瞬間ありますけど、ちゃんといますからね、はい、はい、まあまあ、はい、それはいいとして、ええ、さてさて、まあそんな未来日記なんですがね、はい、あれですよね、この、CD が出た頃はちょうどだから DVD が、発売してるんで、もうちょっとかな、うん、あれだ、アックスの、あ、おー、アックスの、はい、ライブイベントがね、ありますね、ライブイベントが、はい、あります、7月の29日日曜日に、日曜日で、はい、渋谷アックスでライブが行われまして、そうですね、それで、はい、白石さんは未来日記のインスパイアードアルバムでキャラクターソングの方を歌われてるということで、はい、この、恐縮でございます、はい、ライブイベントでやっぱり歌を歌われるんですよね。歌うんですかね、多分これを撮っている間はまだ何の何の情報も入ってないので、はい、歌うかどうかは分かりませんけど、分からないのですよ。じゃあここでぜひ歌うんですか。あ、歌うんですか。うんうんと。
僕もじゃあ、あれですか、ゴー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 ってやるんですか。それじゃあ、その歌じゃない。なるほど。っていうことは、しなしさんの歌も聴けるっていうことですね。ですかね。はい、なんかいやで先ほどちょっとチラッと聞かせていただいたミネネと、フェルブスの方のラジオでも、川原さんが、出られるということで、ミネネとあと歌われるっていうことで、ガワラ君はだから全身タイツで出るってことでしょ。ですよね、やっぱり俺できればガワラ君にはぜひ全身タイツで出てもらって、首の部分は、よくテレビで目玉の親父のネタをやる人いるじゃない。 あの感じで丸なんだけ ど丸なんだけど顔がちょ抜けてて、でその白身か、もしくはそのほら、丸になってるじゃない。だから瞳の部分が赤と白とこうちゃんとツートンに塗って、そうそうそう、で顔の部分を顔の部分だけ抜けてるみたい な あれやってくれたらすごい俺絶対ウケると思うんだけど。あ、それは絶対ウケる。そうね、もしくは一層あれですよ、かぶらなくていいから、はい、顔をこうその丸かの塗ればかぶらなくていいので、むしろ顔で全部表現していただきたいと。そうね、いかに川原くんをどういう風に表現するかの方が盛り上がってるっていう不思議な。そうですね、俺でもだって、でもあれでしょ、未来日記でじゃあ川原くんがそういうのをやるってなったら、俺も高坂っぽい服を着なきゃいけないってことは、ね、あれですか、短パンにロングソックスですよ。ロングソックスのどういうことですか。女の子とは完全に2足ぐらいのレベルですよ。2足ぐらいの、まああれハイソックスだから高坂って、ハイソックスですね。膝下ぐらいか、膝下ぐらいの短パンにハイソックスで、ちょっと髪の毛も伸ばさないといけない感じ。いや髪の毛はいいんだよ、髪の毛はいいんだ、髪の毛はまだいいんだよ、髪の毛まだいい。短パンか、あでももう短パンね、短パンの方って結構いらっしゃいますよね、声優さん。そら短パンの人は確かにいるし、俺の友人にも短パンで下にレギンス履いたりしてる、友人はいるけど、レギンス様でいいじゃない、そうおしゃれだから。短パンでお前ハイソックスってさ、なかなかいないしね、はい、でもサッカー部の人とか野球部の人とか履いてますよね。いるね、白いやつ。多分僕しかもね、7月29日のこの頃は多分ね、少々の事情でね、一回金髪にしてるからね、一回また髪を黒く塗り替え、多分皆さん見た時には黒くなってるが若干緑色になってるか、どっちかこうちょっと染められなかったみたいな、そうそう、染め失敗しましたみたいな、失敗しましたみたいになってるか感じになってるかもしれませんが、あれしたらいいんですか、なんだろう、夏休み明けに、風紀検査通るように黒いスプレーみんな、あーなるほどね、みたいな、もうアクスに行ってみんなで振ってもらうみたいな、振ってもらうみたいな、みんなにこうちょっとずつ振ってもらって、ちょっとずつ、何その修学旅行の夏の思い出みたいな感じ。そうそう、あ僕じゃあ私こめかみみたいな、そういうことみたいな、はい、じゃあやだよそんなの。ここ本田担当しましたみたいな、まずみたいな。やだよ、ちゃんと染めてくるよそれは。ちゃんと染めてくるよ。あでもはい、このライブイベント私もすごく楽しみにしていて、はい、私はぜひちょっと観客席の方で、はい、行きたいかなと思って、ぜひぜひ。でこれがDVD のこう、応募券を集めて、はい、応募するってことだったので、全部応募券、はい、取っといてあるんで、応募しようかなと思ってます。いやだからあれだよ、はい、逆に本田は、はい、川原くんの12ってほら5人だったじゃない。あ、はい、5人だからあと4人余ってるわけだよ。そっか、そこだよ、4人ほらタイツがいる必要なわけじゃない。そうですね、あそう、しかも出たい人をピンクいるし、募集してイエローもいるし、そうそう、グリーンと後ろにバックダンサー的なすごいディレクターが、いやー やりたくないなーっていう顔を、それ大変だよみたいなね。そうそう、まあそうだね、完全にやけどしとるそれ、そうです、でもどっかでそうなってる私は、ね、本田さんは全身タイツは大丈夫なんですか。全身タイツは、全身タイツは着たことがないんですよ。でもなんかなんでお前はそこでオッケーにしようという勢いを持ってるって。まあいいけども、なんかキャッツアイみたいな感じですよね。キャッツアイみたいな、いや多分もっとね、そんなキャッツアイなんていいものじゃないと思うよ。なんて言うんだろう、分かるかな、もじもじくんみたいな、あー江頭さんみたい、江頭さん、そう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 、まあ下はね、はい、上までこうつるっとした全身タイツをかぶってみたいな、そんな、なんだろう、フィギュアスケートじゃない、スピードスケート、スピードスケートの選手みたいな、ああいう感じ、あっていうと、いやでも後ろでもしか踊ってたとして、どなたかね、気づいてくださったら、それがすごいサプライズですよね。まあ多分でも覆面つけるから絶対わかんないけど、ね、誰なのかみたいな、こう
そうそう、これだってあの本田が一人女性だったら分かるけど、こう後ろのバックダンサーが全員4人女性だったら、カーラ君以外の人一体誰なのか分からないみたいな。それは分からないですね。あ、じゃ あのちょっと分かってください風味で一人だけ女性で私が入っていい。やる気満々ですよ。やる気満々です。じゃあ後でじゃあ話し合いを、はい、全身タイツのサイズは多分、うんうん、話し合いはするけどね、はい、みたいな顔してます。はい、XS とかでね。いや、さてさて、まあまあ本当にでもね、まあ高坂王子で歌を歌わせていただきましたけど、なんかすごいでもあのノリのいいあのロックテイストというか。そうですね。でまあ本当になんか、あ、ユッキーのことをすごく思ってるんだなっていう。そう、いや、あのね、歌を聞いて、ね、はい、畑明さんが作詞をしていただいたんですけど、はい、あ、こういう見方あるなっていう、そう、すごくそういう感じがして、はい、もう、はい、私もさ、うん、一番最初にあのこの未来日記のお話をあのがいをいただいて、うんうんうん、まあ、原作を読み返してた時に、うん、やっぱり高坂王子ってすごく、まあ、あのちょっと白石さんの前にしてちょっと言いにくいですけど、そのあのちょっとすっごく嫌なやつっていうイメージがすごくすごくあったんですよね。やっぱり一番最初にこう保身のために差し出されたっていうのがすごくもう衝撃的で、だけどあの後半アニメあの進んでいって、そしてこのインスパイアドアルバムであのオリジナルソングをあの聞かせていただいて、あ、こういう風に彼は彼なりにあのユッキーのことをすごく思ってるんだなっていうのはすごい、そうね、なんかそのなんだろう、やっぱ他のメンツに比べてすごく人間臭いというか、そうなんですよね。なんか本当リアルでいたら多分普通に本当一般の方って、まあ、こ人間っていうのはこういう面を全部持ってるものだよなっていう思うような、それはすごくユッキーなのお父さんね、そうね、そう、その心の弱さがゆえにそのね、自らの保身に走ってしまうっていうその人間臭さみたいなとこね、うん、でもやっぱりほっとけなくて結局こうなんだかんだ付き合ってしまってっていう、ね、そうね、感じで、まさか撃たれて死んでしまうとは思いませんでしたけど、まさか撃たれて死んでしまうとは、まあぜひ皆さんあのちょっとぜひですね7月29日、ぜひぜひ来ていただければと思います。私も、歌うそうなので、はい、私、ね、まあ検討して、はい、全身タイツ本田さんはどうやらこっそり出るつもりみたいです。はい、こっそりが成功したらですね、成功したら中月にはぜひ、そうね、カラコの後ろで多分誰か一人二人いるかもしれないので、もしかしたら6-12になってるかもしれないですね。あれあれあれ6人いるよみたいなね、6人いるよみたいな感じで、そうそう、1人増えましたみたいな感じになってるかもしれませんが、ぜひじゃあちょっとその辺は本当になってるのかどうか、やるという、保証はしませんので、はい、保証は全く、はい、言ってるだけなんで、はい、我々適当に喋ってるだけなんで、はい、ぜひですね、ただまあそれはそれとして、イベントの方ぜひお楽しみに、ね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ続いてなんですが、はい、未来日記といえば、自分の未来を予知できるということで、10年後に自分の未来を予知できたとしたら、どんな未来を予知しますかっていうことなんですけれども、これはあれかね、1個でも2個でもいいのかしら、何個でもいいんだ、あ、要するにその例えば未来日記を我々が持ったらみたいな感じでいいのかな、だって本田さんどうよ、あー10年あ、じゃあ10年後未来の予知をできる、10年後の自分の未来を予知できるってってことでいいんだよね、10年おきのってこ未来日記ってことですよね。そうだね、まあおきとしても多分とりあえずは今の今から行こうよ、今だからこれから10年先の未来がその未来日記で見れました、見れましたと、ただ私はできるとしたら、10年後っていうと、あーでも10年か、うん、私はまだこう声優っていうお仕事に就かせていただいて、うん、まだとてもこれからもっともっとたくさん勉強しなきゃなっていうところにいるんですけれども、うん、やっぱ10年だったら、うん、お仕事をいっぱい頑張って、うん、昨日のお母さんにお家を買ってあげた未来です。あー何、10年後に、はい、お仕事頑張ったおかげで、10年後に家を建てられるか建てられないかっていう未来が欲しい、10年後に建ててる未来で欲しいなと、はい、お庭のついてるお家をお母さんにプレゼントしたよっていう未来を予知することになるほど、とすると多分あれですね、埼玉とかあっちの方に住まないと多分ダメですね、千葉とか神奈川とか、そう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 、郊外のちょっと都心からちょっと離れていけばね、郊外から行けばね、ちょっと土地も広いし、ね、ああなるほどね、もう今から10年後でしょ、10年後そうだな、10年後でも現実的に行くと
何を買ったらいいっていうよりは、何を買っちゃダメっていうのが分かるといいかな。ああ、これは手出しちゃダメだよみたいな。これを手出してはいけませんとか、そう、良くなるのはいいから。良くなるのはいいから。良くなるのは別に誰もこの馬券を買う、この日にこの馬券を買うといくら当たるみたいなのは、なるほど。いいから。いいから。うん。これには気をつけろよ的な、あ、ここ、ね、ここを踏んだらまずいから軌道修正しようみたいなの、そう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 、ね、そういうのがあるといいかな。だからこの日にパチンコに行ってはいけませんとか、うん、そういうなんか あのくじを買っちゃいけませんとか、あ、もうじゃあ完璧に守りの未来日記ですね。吉日はこう出る感じで、そうそう、なるほど。賭博日記みたいな、そういう賭博日記ってのはすごい嫌な感じ。賭博日記、そうそう、これが俺の賭博日記、そう、どの日に激アツが来るか書いてあるんだぜみたいな。いやだから、じゃあ賭博日記だと嫌だなと思ったのは、激アツと書いていながら当たらない時もあるわけですよ、パチンコって。そうですね、はい。これ確実にこの赤字が来て桜が来て、これは 100% 当たるだろうと思ってたら、あの外れるみたいなこともたまにあるので。あー、そうなんですか。そうですね、某、僕は、創世のオンっていう、うん、あのパチンコで散々ひどい目に遭いましたんで、うん、そうなんですか。そうそう、パチンコか、パチンコってやったことないんですね。いや、やんなくていいです、やんなくていいです。なるほどです。もう昔、本当に僕も昔ちょろっとやってただけなんで。でもなんか初めて行く人は、うん、ビギナーズラックっていうのがあるって、絶対あるって言われて。そう、だからビギナーズラックがあるからやっちゃいけない。でもビギナーズラックってお店の人は調整できないですよね。この人初心者だから最初にちょっと当たらせてやって、次から勝たせようみたいなのできないじゃない。だからビギナーズラックっていうので当たらないだろうなって気持ちで行くと意外と当たるっていう流れじゃない。だからこれが初心者の人だと、じゃあ次も行けるかもしれないと思って行って、ドツボにはまるみたいなね。ああ、で負のスパイラルにはまっていくと。あ、なるほど。じゃあビギナーズラックで当たっても当たらなくてもそれこっきりで。そうそうそう。いやいや、もう賭け事なんてないやんない方がいいですよ。そうですね。一つも賭け事なんて一つもやんない方がいい。でも結構このアニメタイトルのこのパチンコ最近多いですもんね。多いんですよ。コマーシャルとかもたくさんやってるので、うん、あ、やってみたいなとは思うんですけど。じゃあゲームセンターに行きなさい。あ、ゲームセンターでもできるんですか。ゲームセンターでも最近はそのちょっと遅れたりとかして、その市販で出回ったやつ、パチンコ、はい、そういうその、パチスロ屋で出回ったやつの、コイン版みたいなのが、あのゲームセンター、メダルゲーム用のパチンコとかを、それだったら安心してできそうですね。そうそうそう、例えば1000円だけとかの両替して、そうこれだけでやるみたいな。なんか死に物狂いにならなくても大丈夫だから全然。なるほど、楽しそうですね。なんかでも未来日記もなんかそういうのになったら、なんかできそうですよね。面白そうですね、パチンコなったらちょっと面白いね。なんかヤンデレモード突入みたいな感じの。そうね、そうそうそう、ヤンデレモード突入ってこうずっとあのユノがうわーってこう人を殺しまくるみたいな。おお、完全にあれだな、流せねえな。そう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 、何人殺害みたいな、こうそういうネタ、さあネタが危険になってまいりましたので、そうそう、やめておきましょう。この辺なんかバッサリカットされそうな予感がするな、これな。そのままいきますか。はい、そのまま。まあまあ、そんな、な感じで。まあでもほら、だってキャラクターそれぞれでさ、なんかその、なんかそういうモードが入ったりとかしたらね、面白そうですよね。ユノはだからそういう、そのなんか、ね、ユノ無双モードみたいな、まあ、ユノ無双モードみたいな感じで、そうそうそう。で、なんかこう、何でしたっけ、核変とかの時に、こう、未来日記のノイズが入るような、そう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 、そういう演出が、突然核変でこう、ね、なんかこう、すごいね、未来日記ユーザーにとって面白そうって、ね、おー来たって、ノイズ来たって感じになりますよね。そうそうそう、意外と。あー、それも楽しそうですね。まあ、楽しそうだね。パチンコってどうやって作るんですかね。パチンコってどうやって作るのか、そうだね、どうやって作るって言われても非常に困るところなんだけど、釘を打つとこから釘を打つところから始まってすごいベタな話をしてしまったけども、まあまあまあ、私一つ聞きたかったことが高坂について、やっぱりすごく人間らしい、こう、いい時もあれば悪い時もあるみたいな、いろいろ自分の心の中の模様が行ったり来たりするキャラクターだったかなと思うんですけど、演じられてみて大変だったな、難しいとか、あとはそれかちょっとなんかやりやすかったとことか逆に。ああ、そうだね、高坂はでもそういう点で言うと、はい、もちろんやっぱりその主人公キャラであり、主人公の友達キャラでありながら、友達、普通の友達キャラっていうよりはどちらかというと悪友、逆にいじめてる方のタッチだから、そういう点で言うとその一瞬嫌なやつだなって思われながらも本当は
悪いやつじゃないっていうテイストを出したかったから、そういう点では逆に、ちょうど高坂が転校した後、ユキテルが転校した後の回がそういう点では一番大変だったかな。そう、あの時そうどのくらい悪く見せるかみたいなのがあって、そう あそこのシーンはすごくこう丁寧にというかやろうと思ったよね、その声かけるシーンというか。なんかすごく印象的だったのが、うん、初登場時の時に、うん、ユッキーって中学2年生なんだよねっていう話になって、そう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 、やっぱその時やっぱモブでいらっしゃってた、はい、生徒役の方々とかをみんな、うん、ちょっと年齢を下げるというのに苦労されてたようだったんですけど、大変でしたよ、僕も大変でしたよ。あ、そう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 、あらもう大変でしたよ、もうそんなね、あだもう本当に大変でした、私ももう本当に大変でしたか。そんなね、もうたくさんね、そんななかなかね若い役なんかやれって言われてもね、私なかなかね大変なわけですよ。高坂真希子ができてそう完全に真希子の真似をしたわけですけれども、いやなんだろう、でも後半はほらね、雪姉とか松岡さんとか、はい、ゆかなさんとか、はい、石田さんも来たりとかしてね、はい、ここだけの話、なんとなくその辺はうやむやになってきた感じがして、すごいだんだんとね、でもはい、何も特に、はい、まだまだ若い役、そうそう、はい、いやでもやっぱりほら、はい、ね、お三方が若い役をしっかりやられてるんだから、俺もやっぱりちゃんとやんなきゃなっつって、そう頑張りはしましたよ。いやでも、はい、すごく全然全く違和感というかなくて、本当かい、もう本当に、あ、こう本当の本物の高坂をじゃあここにいるって、ありがとうございます、そう言っていただけると。はい、私がやらせていただいたムルムルっていう役が、うん、全く人間味がないとこ、そうね、本当に実際人間ではないので、うん、ただゲームが面白ければもうそれでいいっていう、うん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 、マイペースなキャラクターだったので、うん、すごく対照的なキャラクターじゃないかなって、一番すごい対照的なキャラクターじゃないかなって、ちょっと、ね、そうね、確かにね、どうだった、でも実際その本田とかはどうだった、はい、その実際やってみてさ、ムルムルって特に、はい、そのムルムル日記とかもあったりとかさ、はい、そのシリアスなシーンとギャグなシーンがすごく分けられるというか、はい、そういう点ではいろいろやってたわけじゃない、はい、実際どうだった、はい、まあ、実際ほら、はい、しかもこうデウスとかね、はい、他のメンバーもそうだけど、そういう点では絡みが多かったから、そうですね、日記所有者 の方々と一対一で裏未来日記で、うん、やらせていただくことがすごくあったので、うんうん、もうとにかく悩みはしたんですね。その実は私が演じさせて長いこと演じさせていただいてた一周目のムルムルっていうのが、うん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 、実は本当は悪いね、ムルムルちゃんだったので、うん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 、その辺を もしかしたらちょっとずつ出した方がいいのではないかなみたいな部分がちょっとあったんですが、うんうん、本当監督の名倉さんが一切出さないで、本当にもう、あ、音響監督のね、はい、はい、音響監督の名倉さんがもう本当にムルムルはもうマイペースにもう小悪魔というか、その楽しければいいっていうようなひょうひょうとした感じで、うん、もうずっと突っ走ってほしいっていう風な感じで言われまして、うん、まあ、で、まあ最終回直前になって、まあそういう正体とか次の2週目のムルムルとかが出てきて、うんうんうん、ちょっとずつその変化があるんですけど、うん、基本的にもう本当にこのまんまのテンションでやらせていただいて、うん、本編がどんどんシリアスになってもムルムルだけはブレないでっていうようなことがすごくあったので、逆に本編でその一緒のねブースにいさせていただくので、うん、すごく悲しい回とか辛い回もすごくたくさんあったわけですよ、ね、うん、でその中でもこうそこに引っ張られずに、うん、明るくねこう間抜けなパートを撮るっていうのが、うん、でも逆に逆にそう良かったんじゃないか、それはやっぱね、もともとの本編そのものが相当こう、はい、ハードでこう、はい、バイオなやつだから、そうなんですよね、そうそう、だからね、またこの、うん、ムルムル先生のその C パートの裏未来日記っていうコーナーは26話分全部収録させていただいたんですけど、うん、放送されたのはま、ちょっといろいろ放送の関係でね、あ、なるほどね、はいはいはい、カットになったりとかしてると、はい、カットになったりとかもしてるんですが、うん、全部DVD の方には収録されるっていうことなので、でまたそのカットになった分がすごく見ていただきたかったなっていう回だったりとか、実はねたくさん実はデウスと二人ハートフルストーリー的なあー、はいはいはい、なんかあったね、それは
すごくもうぜひ。あれもカットになってんだっけ。はい、ぜひ。あ、そっか。ぜひ。あの回はもう本当にデウスとブルブルの本当に心温まる良い話だったりとか、あと一番あのちょっと悩んだのは最後あのムルムルが25話であの封印を解かれて覚醒するっていう、化け物になっちゃうっていうシーンだったんですけど、あの当然あの全部あの肉声でやるからねっていうことで、あの SE とかではなくて、そうかそうかそうか、全部で、あのもう原作もたくさん もちろん読んでて、まあ、こうなるって分かってたんですけど、実際その練習をしてみるともうどうしようっていう気持ちがすごくあってで必死に試行錯誤してもう、あのもう朝から晩までずっとその暴れるムルムルをどう演じたらいいかっていうのを考えて、家でずっとガウ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 言ってて、本当にあの見ていただいてたらもしか分かると思うんですけど、本当なんかガーみたいな感じでずっとそれを大声で言い続けていたら、あのある時あのお母さんがバーンって部屋に入ってきて、あのどうしたのって言って、あのどうしたのって、なるほどね、なんかあのそのあんまりにもうなってるので、あの具合が悪くて、あの吐きそうなのかと、具合が悪くなったのか、なんか髪が凍りしたのかと思って、ね、何事かと思ってお母さんがバーン飛び込んできたりとか、そういうあの学びどうしたのみたいな、どうしたのみたいな、そうそう、何買ったのみたいな、何か見えるのみたいな、そういうどこかにどこかに行ってきたのみたいな感じにねえなって私はってこうお母さんがこうバーンって上げたらこう私は学びだっていうねまたお前か、そうそう、お前だったのか、騙されたなってね、まあまあそんな感じで、はい、はい、でそれで、はい、そこがやっぱり一番あの役としては難しく、でも、あのやってみたらすごくもう面白かったですし、あの実際のそれであの OK もいただけたりとかして、ちょっとの、ね、いつもと違うムルムルちゃんが出せてすごくあの新鮮だったなと思いました、はい、さあさあ、まあいろいろ話は尽きないところではあるんですが、はい、まあね、そろそろなんか終わりみたいなんで、ぜひですねこの辺りで、感想、そして、リスナーの皆さんにメッセージということで、はい、結構なんかあれですね、ずるっと喋ってまいりましたが、はい、ずるっと、はい、どうでした？はい、あのすごく緊張してたんですけども、はい、あの白石さんのおかげでとても楽しくお話しさせていただくことが、僕は何もしてませんよ、今日はもうマックのモノマネしかしてないようなマックのモノマネ、はい、してない感じですけども、はい、いやいや、まあ本当にね、あの我々あのこうやって喋るのも久しぶりなんでね、はい、まあまた ね、ぜひこんな機会があればいいかなと、思うんですが、じゃあ最後にリスナーの皆さんにということで、じゃあメッセージを、じゃあ本田さんお願いします。はい、はい、未来日記、これから DVD も続々発売されますが、最後まであのムルムルちゃんと、それから日記所有者の皆さん、そしてキャラクターみんなをどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、この未来日記という作品、まあ本編放送の週は終了いたしまして、DVD これから発売になるわけなんですけれども、まだまだですね本当に個性的なキャラクターがたくさん出てきて、面白くなってまいります。まあおそらくこの DVD が発売する頃にはですね、あちらですね、テレビドラマ版とかもね、もう多分放送終わってるか、やってるかまだ分かんなかったりもしますけども、そういった形でですね、その漫画アニメ、ドラマと、まあドラマはねちょっと設定とかも全然違うんですけど、まあ、高坂王子がすごい、ジャニーズのイケメンさんが演じてるのがすげえ嬉しいなと思ったりするんですが、いろんな形で、未来日記という作品、そしてその、設定感、そういったものがですねいろいろ出てくると思いますので、また改めてもしちょっと面白い、少しでも面白いと思っていただけるのであれば、1話から頭から見直してみると、また新たな発見だったりが、そうですね、ね、あるのではないかと思いますので、ぜひこれからも、未来日記楽しんでいただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございまして、じゃあそろそろお別れいたしましょうか。そうですね、はい、はい、それでは皆さんまたどこかでお会いできることを祈って、はい、お相手はムルムル役の本田真奈美と高坂王子役白石実でした。この番組は角川書店の提供でお送りしました。